なチャンネル。頭、ありがとうございます。ということで、買いましたよ。ジャンプでーす。やりましたー。ねえ、ついに来ました。逃げ上手の若君が、表紙という、すごいね。来てますね。やっぱりね、面白いからね。ということでですね、とりあえずですね、ワンピース行きたいと思います。ワンピースはですね、このカラーのとこは、一番くじがね、出るらしいね、またね。いやーこれすごいよ。5月15日からだって。これね、A 賞がね、カイドウ、あーこれドラゴンのカイドウですね。竜のカイドウ、これ。すげーなー。これね、くじね、今、そうなんだと。850円するんだって今。うわーマジかー。そして B 賞マルコ。このね、飛んでる感じのこの、ほーみたいな、ちょっとわかんないけど。ね、バサッバサッみたいな感じの。これね、850円でこれね、出たらね、それは嬉しいわな。嬉しいわ。ただ、まあ、当たりがあれば外れもあるよね。しゃあないよね。そら、なんかお皿とかコップも出るわな。お皿って言ったら小皿とかだしな。わかんないですよ。これどういう、他にどういうのがあるのかわかんないけど、とりあえず A 賞と B 賞しかない。どれを引いても豪華なグッズが当たる、外れなしのキャラクターくじだって。外れなしか、それ人に、うん、まあ、なんでもないです。ね、ほんとね、お皿とかコップ、そして色紙ね。最近多いのが色紙。色紙、印刷物だからな。まあまあまあ、いいんですけどね。はい。まあね、その絵柄にもよるしね、好き好きがあるから。まあ、それはどうでもいいですかね。まあ、とりあえずそんな感じで、行きましょうか。1012話。すげえ、もう12話も進んだやつ。あ、ね、いや、なんかすげえ1000話来たとか言ってたけど。もう1012話ですね。渦だそうですね。ですね、扉へリクエストはね、鉄くずで鳥のオブジェを作るのに夢中で、頭の上に鳥の巣にされていることに気づいていないキット。長。タイトル長いな。まあ、なんか、その、鉄でね、鳥を作りましたと。で、一生懸命作ってたら、鳥の巣ができたら、そんな時間かかったのっていうね。まあまあまあ、これね、楽しい感じですね。で、扉絵になんかさ、映る人はさ、出てくるみたいなね、そのうち出てくんじゃないかみたいな、でけたけど、まあまあまあ、キッドさんはね、出てくるからね、まあ、どうなんでしょうか。ね、なんか予想もね、いっぱいね、和の国に誰々来るみたいなありますけれども、ちょっとね、まだわかんないですからね、それはまた、ね、そういう人の見てください、わかんないから。ということで、先週がこれですね、一週、ゴールデンウィーク前に出たやつですね、合併号を、これでですね、ビッグマムが、なんだっけ、逃げていた、お玉たちとこう、出くわすと。で、お玉は、おりんちゃん、みたいな言ってね、で、そしたらおりんちゃんの時の記憶があるのね、ビッグマム。それ記憶喪失でも、そっちはあるんだね、逆にね、っていうね。それでおこぼれ町ね、おしるこをもらってね、おつるさんがいた おこぼれ町がなんか、その後、なんか燃やされちゃったと。ま、村がなくなっちゃったと。ね、おたまちゃん泣いてると。それを聞いた、ビッグマムがちょっとムカついたと。腹が立ってきた、テンション上がってきた、おーみたいなね、あいつらーみたいになって、追いかけてきたページワンを、ドワーみたいなね、やって、それを、ウルティが見ていて終わりみたいな。ああみたいな。ああみたいなんで終わりみたいなね。先週がそこまでしてね。今週はですね、宝物殿2階から、城内3階連絡通路。ね、これ今、国男ですね。赤座屋の人たちが、ね、宝物殿にボーンと降りてきて、で、偽物ね、おでんさんが出てきたりとか。その時の、怪我をね、治してくれたんですね。手当てしてくれてるんですよね。なんか包帯とか、おでこにこの、なんか、ね、なんか貼ってあったりとか、なんかこう、傷のね、手当てのやつとか、おでこに巻いたりしてるんですよね。で、結局これ誰って話ですよね。偽物のおでんは分かったんだけど、偽物のおでんを手当てはしないよね。また別の人がいた感じでしたもんね。あれは、あのシルエットは女性なんじゃないかっていうね。これがね、誰かがわからない。まあ、ね、その辺の話がね、ピュンって飛びましたね。偽物おでんさんが出てね。そう。まあまあ、それはいいか。
それでまあみんなね手当てはされていると、ほっぺたにこうなんか貼ってあったりとかね、包帯を頭おでこに巻いていたりとかね、でまあまあそれで何宝物殿から今度はね、また行こうということでね、なんだっけあの人は桃之助をね助けに行こうかみたいな感じですよね、危ねえということでね、聞く腕は辛くねえかってね、お兄さんが言っておりますね、そして、ふと、侍に何聞きますと、命燃え尽きるまでのかゆみです、手がなくなったのに、ねお聞くはね、でお兄様がいなくなった日も心がかゆかったかなみたいなね、伊蔵です、そうだ忘れてました、伊蔵さんです、伊蔵さんがね、言ってるね、聞くの上にね、はい、さあそんな感じで、追いかけてると走ってるとね、おい俺をからかう余裕があるならいいつってね、黙って消えたことは本当にすまなかったと、これ子供時代の話ですね、ね白ひげの船乗っちゃったっていうね、一緒にねお姉さんとね、伊蔵もし開国が叶ったら和の国はどうなると思うね、ポジティブですね、まだ倒してないのに、この人なんだっけ、カッパの人ね、名前忘れちゃった、もうねすぐ名前忘れちゃうんですよ、それは明日の朝もし生きていたら話そうか、カッパッパ問題難題だということでね、ねポジティブだね、まだ死んでない、やられてないのにね、敵がね、全部倒れてないのに、もはや全面戦争、勝つか死ぬか、至るところで戦力不足のはず、桃之助様を守るのは、拙者一人で十分、お主ら、他へ散って助太刀を、ということでね、他のところにみんな走っていく、あ、銀様、みたいな、勘十郎は拙者に撃たせてください、次こそ、手やられたからね、で、ね、やっつけたと思ったらまたね、おでん様の真似して出てきてるから、勘十郎まだいるんだよね、どっかにね。逃げてんだよ。逃げてるっていうか隠れてんのかな。どうなんでしょうね。ね、で、何も言わないと。ね。てんてんてんと、ね。で、ギャーと、猫まむしの旦那って言ってる。旦那でござる、ござるって言ってる、ね。猿の、かな。猿の、シシリアン、バリエテ、バリエテって言ったっけ、これ。ね。どこへ急ぎゆう、これ猫まむしが。猫まむしの旦那がね、言ってますね。では、キエモン、猫、拙者たちはよそへ向かうぞ、つってよ。ああ、そうするぜよ、つってよね。む。文を聞く、つってよね。ついてまいれ、つってよね。はい、つってよね。ペドロが死んだ。今知ったのね。猫まむしの旦那、あ、そっか、もうね、別々に行こうとしてましたからね。ビッグマムの縄張りにいて。ルフィ君たちが今ここへたどり着けたのは奴の犠牲のおかげだと。ね、でもその時ペドロの仇がこの島に来てて、キャロットとワンダが怒りに任せて退治していたから、急いでシシリアン隊長に知らせに来たでござる。ペドロ、そら大義じゃった。仇がこの島におるのか、ね、あの人ですよね。ビッグマムの、ね、雨のやつね。名前が出てこない。ねえ、なんだっけ、ジャンプでいっぱいあるんですけどね、まあ買ったやつ、まだ捨ててないんですけど、捨ててないっていうかね、取ってあるんですけど、うわ、猫が飛んだ、旦那ってね、なんだっけ、ペロリンって言ってる人ですよね、そう、その人と戦うのかな、これからね、倒せなかったからな、メアリーズに気をつけて、こう、お札みたいな、でっかいお札に目つけてるんですかな。あの人に見られちゃうとね、猫とかについてますもんね。これはね、天井、城内1階、天井裏。ね、これは、ヤマトが言ってるかな。桃之助くん、君と僕はセットで狙われている。だから僕は大人になる。大人じゃん、おとりになる。これ君ねって、なんか、お人形持ってるね。戦いたい、うずうずが全然隠れてないでござる。ね。いいのよ、ヤマト。渡すって言ってるからね。私たちは。金様と連絡がついてる。ね。あ、これでよかった。これで、ね。まあ、わかんないですけどね。キエモンと、合流できるのかな。場所が大体わかってるってことかな。よし、うん、よろしくさん、よろしくし、よろしくさんって言っちゃった。よろしく、忍さんを抜けちゃった、今。桃之助くんは、ルフィは無事って聞いてますね。桃之助くんのこの能力がすごいですね、もうね、なんかね、覚醒したのかな、これ。ね、さっきと同じでござる。
弱っておるが元気だ。しかし、声は二つになった。これ全部わかるのね、これね。えって言って、差しで、一対一って言う。急がなきゃって言ってる。父の冒険がすべては、桃之助君にね、おでんの、公開日誌ね、話はたくさん聞いたのだが、みたいなね、読んでる。読んでる。これで何かこう、ね、桃之助君の顔、変わればいいけどな。その時に、ね、名前忘れちゃった。名前をね、すぐ忘れちゃうのよ。渡すって言ってる人。ね。こうやって見てますね。見ちゃいけないから、みたいなもんですね。場内2回。懸賞金3億3000万ベリーの黒足の三次郎、うちとれっていうね。走って逃げてます。うわーっつってね、なんか、いろんなやつがやられてる。見てみろ、あいつ背負ってんの。みたいなね。海賊ゾロ狩りのゾロかもしれねえ。大金が大金背負って、言い方もこれがね、これはね、絵だと分かんないですけど、なんかね、でっかい木みたいな、こういうのを持ってるんですよね。こうね、十字架みたいなやつ。これなんか、なんなんでしょう、これ。包帯なのかな。だからゾロだからね。十字架、あ、寝てるわ。お前が邪魔なんだよ、マリモって言ってる。うわーって言ってる。うわーってこう来てるのかな、敵がいっぱいね。それが、数十分前。ね。ポンって、あ、出てきたね。あ、屋上からね、シャンブルズで下に落ちてきたのね。しまった、飛んでる何かと入れ替わっちまった、つって、ローさんとゾロさんがこう、落ちてくると。それをサンジが受け止める、みたいなね。ママどこ？あ、一緒にあれだ。この、クモね、ゼウス。ね、ゼウスも一緒に来たと。何、一緒にさせないために一緒にね、連れてきたのかな。ゼウス、お前、ナミさんは、つって。おいっつって逃げた。ピューって逃げてっちゃったのね。やべえっつってバレたみたいなね。ママと一緒にいたらバレたみたいな感じかな。そしたらこうね、ゾロ、サンジがこのね、ゾロと、ローサをこう抱えてるみたいなね。いや、せめて女子とどっから降ってきたお前らみたいなね。ちょうどよかった黒足屋、そいつを頼むっつってね。待て、状況を説明してけみたいなね。ゾロ屋はおそらく骨を2、30本やられてる。これ医者だからね、わかるでしょうね、多分ね。そうなんでしょうね。腹部で固定し、仰向けにして、意識と呼吸を確保しろ。こいつの状況じゃねえ。あっちの騒ぎは、ビッグマムかつってるね。はは、あ、そっか。これ、ローさんもわかってるよね。医者じゃねえんだぞ。手当てなんかしてる暇ねえよ。みたいなね。お前がこんな傷つくほどの相手ってのは、カイドウとビッグマム。納得。よく屋上まで行けたな。ルフィは無事なんだろうな、みたいな。何かを掴んだみたいだ。あいつが勝つ。すげえ。さすが信頼してるね。あいつが勝つ。みたいなね。ルフィが勝つって。ね、その、分かってらそんなこと。みたいなね。サンジももう、これはもう、ね、うちの船長がそれやるよってことですよね。それよりお前どっかに置いてきてんだから、つって。寝てる。みたいなね。ゾロさんも寝てるっていうね。そうなんですよ。なんかさ、いや、すごい活躍だったんだけど、ゾロさんさ、もっとなんか致命傷をもっとでかくこうね、与えるんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。そう。そう、なんか、ここで、ちょっと、あれですか、退場すかみたいなね。ちょっと気になるけども、でもゾロさんの、ほら、骨が2、3本折れてても、2、30本か。30本折れても、この人は寝れば治るから。寝れば治るから、まだこれが活躍するでしょうね。うん、いや、だって、あれで終わりじゃちょっとな。まあまあまあ、すごいんですけど、すごいんですけど、もう、ね、おでん声をできればしてほしいですもんね。なんかね、やっぱりね。いやー、助立ちならライブフロアだ。あ、ちょっと飛んじゃったかな。ごめんなさいね。置いてきてんだから、そのね。あ、サンゴロ殿と、お、カッパーって出てきた。そう、カッパね。カッパの、なんだっけ。さっきのページ1個戻りましょうか。そう、カッパのやつがね、そう言ってた。そう、まあいっか、ごめんなさいね。ね、お前ら無事だったのかつってね、ここで会いました。お前今桃之助のところへ向かってんだぞつってね。俺今ね、キエモンが向かったゆえ大丈夫でござる、ね、でキエモンさんがまあ桃之助くんとこ行ってるから、サンジはもう行かなくていいよっていうことね。そしたら、助立ちならライブフロアだみたいなね。で、リクエストだけして寝るなって言ってるね。そうそうね。行こう。戦力的に犠牲者が増す一方だみたいなね。
いやゾロさんね、また出てきてほしいですよね。またね、活躍もうすごい、いろいろバシバシぶった切ってほしいな。ね、寝たら治るから大丈夫だと思うんだけど、ね、これで終わりじゃちょっとね、さすがにね。さあ、どうフロア、ね、お前かみたいなね、あの、あ、そこだ、来ましたね、選手のドーン、ページワンを殴った後かな、ドーン、おこぼれ蝶を焼いたのはみたいなね、ピクピクしてますね。あ、もうあの地面、もうだ上半身多分土の中みたいな、土じゃないか、で建物の中にドーンって潜っちゃったみたいなね。ページワン様と、ま、周りの部下の人がね、なってます。恐竜だからね、もうね。で、許せないダーリンス、これ来ましたね、お姉さん来ました、さ、欲もペータンをって言ってるね、ビッグマムっつって、よし、ビッグマムにあの女をやってもらおうみたいなね、これやった、ウソップね、チャンスだ今みたいなね、仲たがいしてもらえばね、その間逃げるぞみたいな、メガネ見えてきたみたいなね。で、これ、ナミさんが、これね、オリンさん、あの女こそ、あなたをかの悲しませた張本人よ、つってね。で、下に、こう、何のことか知らないけど、みたいなね。なんかよくわかんないけど、とりあえずもう、これ、やっつけてもらおう、みたいなね。お、そしたら、これ怒ってますね。うるせえ、黙ってな、麦わらの一味。あいつの後はお前らだ、つってね、すごく顔、怖い顔で。だってさ、この、でかさがさ、もうさ、もうガーって怒ってる口の中にさ、人間がみんな入っちゃうぐらいでかいのね。怖いね、このおばさんみたいなね。食べられちゃうの、ほんとね。あ、そう。こんだけでか、ほんとにあれだよね。なんか、いろいろ噂はありますけど、ほら、なんか、ね、あの、カルメル一緒に食っちゃったんじゃないみたいなね。なんかね。まあわかんないけど、まあそういうね、考察してる人もいっぱいいるかな。ウルティちゃん、やっちゃえって言ってる、今度、ナミさんがね、今度ね、ね、相手を焚きつけてるわけですね、どっちも。一緒にビッグマグマを倒しましょうみたいな。うるせえってね、これね、ウルティさんは、うるせえ、そこにいろ、ババアの次は、お前たちでアリースって言ってるね、ギャーって、ね、どっちにも、まあ、結局狙われてるところね、で、逃げろよ、小町を、可能な限り遠くへっつってね、疲れてる、小町をもう走り続けてるから。ぜいぜい言ってる、ワンワン、ワンワンって言ってるけどね、ぜいぜいって。は、おい、そこにいろってって言ってる。そこに、ね、ビッグマンが、うっつってるね、見てますね。こっち来んのかなと思ったら、違う。言ってんだろうつってね、消えたつってる。ウルズガーン、ウルズガーンでいいのかな、ウルズガーン、ドカーン、小町用の横のお腹あたり、ドーンみたいな感じかな。しかも、口と鼻から血がドーン出たね、ちょっとね。それぐらいすごい強力な感じかな。うわーっつってね。で、ナミさんとか、ウソップもちょっと飛んじゃった、上乗ってたのにドーンって飛んじゃったりして。大変だ、これは。で、小町よーっつって倒れちゃった。もう追いかけっこはうんざりでありんす。つってね、小前犬、みたいなね。あんたの逃げ足に手こずったであるんです。骨は折れたって言ってる。そのままくたばってろ。小町代がやられてる。うわ、あ、おたまちゃんが泣いています。うわ、やめてけろって言ってるね。小町代は親友でやんすよ。やんすって言ってる。アリンスとかのごちゃごちゃなんじゃ。親友なんでやんす。うるさいかって、あーってやられた、なんか。うわ、これ血出てない、これ。大丈夫、この、何、ウルティの手がさ、もう、人間じゃないからさ、恐竜みたいな手になってるから。で、ガーンってやられたっぽいんでね、血が出てるけど、これ。ねえ、涙の色とは違うから、こう、ギャーって出て、たまーっつって、あ、ナミさん、やられちゃった、もう、なんか強烈な一撃を、おたまちゃんがやられたよ。あ、ビッグマン、おたまちゃんやられた。あ、ナミさんが、おい、ナミ。玉を連れた橋で一旦逃げるぞ玉って言ってる。おう、小娘って言ってね、ビッグマムが言ってます。おう、小娘、俺のダチに手出したなみたいな。あーっつって。お前こそ、あちきの弟にみたいな。お玉に何すんのよって、これは誰？ナミさんだ。ナミさんが、やばい。ギャーって言って、あの、サンダーテンポみたいなですかね。ドーンって言ってね。切れてしまったの、これね。待って、ナミ逃げるんだよって言ってる。嫌よって言ってる。あー、これ来た。これあれだ。私ダメみたい。子供に手を挙げるやつ。これあれだ。ねえ。
あの時みたい、なんかさ、子供は助けてって言ってたらさ、もういや子供な母性だねこれ多分ね。ナミさん、この女ここでぶちのめす、切れた、もう許せない、もう子供にそういうことするやつはもう許せないぞみたいなね。今はあんまりないけど、昔はね、本当にね、お母さんとかもう電車の中でね、ぶち切れて、何もしてないバーンってぶったりしてる子、ね、光景を時々見た。で、みたいな。お母さんそんなすんのみたいなね。子供がぶたれちゃって、バチッみたいなぶたれちゃって、何もしてないみたいなね。まあ、教育って言われちゃ教育だから、みんな何も言えないけど、いや、ぶった、みたいなね。なんか、あんな、なんか、可愛らしい奥さんだけど、怖え！みたいなね。まあまあ、そんな感じでね。そんな感じかどうかもわかんないんですけども。いやー、ナミさんもう怖い顔になってるな。もう許せない。みたいなね。あそこの研究所ね。なんつったっけ？全然出てこないわ、もう。ね、全部覚えてんだけど、そういう名前とか全然出てこなくなっちゃうんだよね。全部イメージはしてるんですけど、なんだっけ？ね、シーザーの、そう、研究所みたいなね。あそこの、ね、巨人にする子供の時みたいな、なんかもう、子供にはさ、ナミさんも許せないね。ということで、決意の一撃ということでね。第1012話、おしまいということで、救済はないです。また来週です。また来週ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして、高評価、します。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるからいち早くチェックできるぜ。別の動画も見てね。